朝倉に来るの、朝倉に来るの、朝倉に来るの。皆様ごきげんよう。皆さんごきげんよう。ですね、ブレイキングダウン終わりまして、はい、お疲れ様です。アウトサイダーの方たち、はい、ちょうどみんな集まってもらって撮ったんですけど、ちょっとブレイキングダウン勢の方ちょっといなくて、確かに、そう撮れなかったんだけど、そのアフターパーティー来たところ、はい、飯田さん発見したんで、ちょっと対談していきます。お願いします。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。いやーどうでした。いやー負けたなって感じです。まあねー。本来のその戦い方だったら、そこまでこう、なんていうの、見せる必要がないから、うん、あそこまでパンチ、なんかフェイントとかもっと使うべきなところを、やっぱ盛り上げようという気持ちも多分大きかったから、天下をもらった感じですね。うん、合わせやすいっすね、多分あれは。そうですね。なるほどね。でも、やっぱさすがでしたね、最初の序盤のパンチ力とか、うん、パンチのなんかハンドスピードを階級にしてはもう本当、トップと装飾ないレベルというか、うん、火力がすごいですね、やっぱ、うん、まあ、ちょっとさすがに悔しいなって感じですか。そうですね、悔しいですね。まあでも弱かったってことなんでしょうがないですね。でも未だにでもブレイキングダウンの顔は飯田さんな気がする俺は、うん、し、うん、今回の試合で評価が下がったわけじゃない、うん、なんかどっちも強かったなっていう、うん、確かに、うん、でめっちゃ落ち込んでますよ。さすがに落ち込んでないわけはないでしょ。アウトサイダーの私もさっき対談した時も、うん、みんな全然喋ってくれないから、そのなんか動画の喋りが2分ぐらいになっちゃったなんかちょっとまたでもしっかり鍛えて、はい、このね口数少ない男らしい感じとかがやっぱり人気になってるか。確かに昔はね、俺もそうだったからね、YouTuber になるから。確かに。YouTuber になったら、結構多分喋れるようになった。2年後、3年後。オーディションの時、一言も喋れてないですよね。え、一番最初の？そう、あれじゃあ、言うけど、一番直近の、6のオーディションの時。あれ、無視してたんですか？あれ、寝てなかったですよね。寝てなかった、起きてました。え、どんな感じだったんですか？どんな。あ、何喋ろうかな。あーって思ってたらもう終わっちゃった。そうですね。でも無理やろな。結構苦労があった。途中からまあもうこう仕方で乗り切ろうと思って、まあ眼中いないよって感じで。じゃあ次のグループお願いします。待たせたな。いいじゃん、腰抜けみたいなやつが何人かいなくなってて、いい顔ぶれに変わってんじゃん。じゃあ自己紹介お願いします。ウリタ純子をボコボコにした男をボコボコにした男、ラッパーだよ。この日本で芦沢流星を抜いて一番喧嘩が強いラッパーだよ。サンパウロから来た。よろしくな。誰残ってんの？あれ、飯田決まったの？飯田？決まったの？飯田？飯田くん？決まったの？寝てんのかよ。でも結構あの人も強かったですね。あ、そうですね。ポーランドさんも結構強いと思うけど、はい、確かに一人ドロー入れてるぐらいだったから、うん、普通に強かったですね。うん、そっか。でもなんだかんだやっぱポーランドさんとも面白そうだけどね。なんだかんだやっぱブレイキングダウン勢って意外と強いなっていう。いや、ビビった、ビビった。1分ルールにやっぱ慣れてくるとそれ以外の領域の人たちに結構割といけちゃうんだなっていう、うん、俺も1分の戦いしゃべるじゃないから。確かに。ぶっちゃけどういう風な感じなのかちょっと感覚わかんないけど、1分のルールは結構攻めたもん勝ちだと思ってたのが、うん、その天下王の問題が出てきたから。確かに。そのやっぱフェイントも大事なんだなっていう、うん、相手がいなくてあんまり練習できないんですね。そうですね、まだ自分一人で練習してるんで。そうです、それやばいっすね。でもどうなんですか、今36歳じゃないですか、はい、でもっとなんか格闘技に本気でやっていきたいのか。いや、でも
それもありますし、今回の負けで余計こう強く思いましたね。このままの練習じゃダメだし、あのキックに関してはもっと伸びしろがあるって。ですよね。うん、東京に来るのも視野には入ってるんですか？それはないですね。全然好き。地元大好きですよね。東京でもそれこそ代々木とかみたいに自然めっちゃ広いとかありますよ。ああ、そうですか。はい、見るなくて、あの緑いっぱいで、僕も一個も代々木に住んでて、ああ、そう。もう代々木公園ってもうとんでもない広さだから、東京ドーム何個分？何個分か。東京に来て練習してもらったらもっと強くなりそうというか、センスはえぐいんで、もう一肌ね。そうですね。やっぱすごい人気じゃん。うん。実力もあるんだけど、ここでもっと実力するのは多分えぐくなりそうな気がするんで、ブレイキングダウンのね、エースとして、はい。なんかもっとね、なってもらったら嬉しいですけどね。なんか一緒に練習とかできたら、ぜひお願いします。お願いします。でも僕のジムなんか入れずに。確かに。ため息の方だったらいけるか。うん、ため息だったらね。一回なんか練習とかもしたいですね。あ、はい。なんか技術交換みたいな。うん。じゃあ東京に来る。はい、どうですか。検討します。絶対この人。